山口、そして10番の七海です。山下さん、はい、加茂監督は仙台でのクロアチア戦を VTR で見ました、トルコというチームはどういうチームですかということを聞きますと、いわゆるヨーロッパのチーム、ヨーロッパの非常にオーソドックスなチームで、特に驚くようなことではないんだと、そういうチームではない、ただアジアのどこかのチームに重ね合わせて見るようなことはしてもっと浮かして、さあここから右サイド奈良橋が待っています。奈良橋がオーバーラップしていくかどうか、真ん中つなごうというところ、中田切り返しから左サイド上がってきて、そこのセンターリング逆サイドダイレクトヘディングシュートを起こしボルカンが抑えました。前半の15分うまくビールキックここから持っていくために出場してベスト16に残りました。それからなんといっても奥田さん、今年のワールドカップのヨーロッパ2位に残ればそのワールドカップ本大会出場のチャンスは残っています。かかって国民の期待は1954年水死大会にこのトリコはワールドカップ大会に出場しましたが、それ以来の44年ぶりの出場に大きな期待を寄せています。言えています。ということは本当にトルコのサッカーというのはヨーロッパ、特に奥寺さんがこのブンデスリーガーにいらっしゃいましたが、このドイツの影響が強いそうですね。そういうシステムを取ってますよね。さすがにやはりそのタレントが豊富なところ、第一戦でも素晴らしい技を見せました。それは時差的な問題あってね、はい、後半ちょっと疲れてきましたけど、とにかく攻めにも上がらなければいけない。 そうです。そして最終ラインのですね、この0対0青のユニフォームの日本代表からシュート、クリアフィニッシュ、シュートゴール。前半の26セレッソ大阪、すごくこの辺でのね、思いっきりのゴールですよね。ここでディフェンスに当たって、そうです、この辺でね、はい、これは1点目ですか。カズに跳ね返ってますね。それから森島のゴールはキーパーの股間を通しました。森島のゴールでした。成功のバッター、クリーナテール、真ん中から中田、中田、中田のシュート、ゴールキーパー、ハニーだ、ハニーだ、ゴール、ゴール、カズが詰めていきますが、ゴールキーパーのボルマンが弾きました。シュートの数は前半、日本が早くも5本、トルコは2本、シュート数でも日本が圧倒しています。中央にカズ、カズに合わない、逆サイドまで行った、逆サイドまで行ったら逆サイドアタックで来る、そして真剣勝負ぐんぐん来る。やはりその最終予算で当たるであろう中東のチームというのを一つの、見本として、一つの敵として今日はゲームを行っていいような感じです。全く互角、それ以上で日本の力が上がってきてるなというのをこれは言えますね。はい、ホームではいいですね、本当にこう、はい、ここに日本が1対0とリード。ここでファールがありました。疑いもあるということで、大丈夫とって病院に向かうという情報も入っています。どうなんですか。さあ、右サイドにチャンスがあった。中村、まだボールが来て、センターに来た。数が待ってるように変なクリア。もう一度、ボールを取った。15番の森島。ここでからですよね。ちょっとですね。ちょっと出てますかね。半分ですね。いいタイミングで。カウンターアタック。日本代表。強いですね。永田強い。本当に永田。望月が
パス8のこの望月23歳、もちろん日本代表になって国際 A マッチ初出場です。